今日は自動運転の技術についてちょっと迫っていきたいというふうに思ってるんですけど、海外にはですねユニコーン企業って言われる会社がいっぱいありまして、ここも時価総額は100億ドルですよ。要するに上場していないんですけど1兆円の時価総額がついているっていう、そういう企業が山ほどあるわけですね。今回はですねこのオーロラっていうウーバーが投資しているような自動運転技術を持っているユニコーン企業に迫っていきたいと思います。というわけでいってみましょう。久保田望のアンテナ。今日はですねこのオーロラを取り上げていきたいわけですが、ここはですねさっき1兆円の時価総額がもうついてるよって話をしたんですけど、創業したのがなんと2017年なんですよね。つまり5年もまだ経っていないのにもかかわらず1兆円の時価総額まで上り詰めているっていう、そういう企業なんですよ。しかも上場をまだしていないと。上場していないっていうのは何がすごいかっていうとですね、上場をすると時価総額ある意味固まりやすいですよね。株主が自由に株を買ったり売ったりっていうのが自由にできるようになるので時価総額が定まりやすいっていう特徴があるんですけど、上場していないのにこれだけの時価総額がつくっていうのはですね、その先進的な投資家がここの企業は絶対伸びるっていうふうに言って、世界的に投資が集中している企業だってことが言えるわけですね。しかも5年も経っていないのにもかかわらずそれだけの実績を残せてるって、どれだけすごい期待値が注がれている企業かってことが如実に分かってくるということなんですけど、ここは米国で作られた会社なんですね。で、自動運転技術にもう完全に特化していると、そういう会社になっています。なんでこれだけの評価がついたのかっていうことなんですけど、まずチームがすごいんですよ。 Waymo っていう Google のその自動運転の開発部門があるんですけど、そこの出身のクリスと、テスラのですねまた自動運転部門のアンダーソンと、 Uber のですねバグネルが作った会社ですと。この Google とテスラと Uber の自動運転部門のエンジニアが集まって創業した会社だってことで、ものすごく注目を浴びたわけですね。で、たった3年でとんでもない事件が起きます。それは何をやったかっていうと、2020年に Uber の自動運転部門を買収するんですよ。すごくないですか。まだ上場もしてない会社ですよ。立ち上げて3年目ですよ。その立ち上げて3年目の会社が Uber の自動運転部門を買収しちゃうほど成長するんですよね。さらに買収するとともに Uber から出資を受けるっていう、これ奇跡みたいなことですよね。あのさ、御社ちょっと買収するわ、ついでに出資してくんねって、なんかおかしいじゃないですか。どういうことっていう、そんなことあるんだっていう、まあ状態が実際に生まれてるんですけど、これは Uber のドリュー・バグネルが創業した会社であるってことも一因なんでしょうね。ちゃんと実績を上げて周りのその仲間に対しても義を尽くした上でちゃんと辞めているっていうことがよくわかるんですけど、そうは言っても買収するついでに出資してくれっていうのってなかなかできないので、まあとんでもない技術力を持っていたんだなと。で、仲間も多くいたんだなってことがよくわかります。で、時価総額が2020年の時点で100億ドルということで1兆円超えてしまったと、そういう企業になっているわけですね。じゃあ競合とか市場とか自社で行った時に、まあ、いわゆる 3C 分析とかというふうに言いますね。コンペティターが競合っていう意味ですね。で、カスタマーがお客様、ここでは市場って書いてますけど、まあ、そういうのお客様に関してどういった人がいるかっていうことです。で、自社っていうのがカンパニーっていうことで、この3つを合わせて 3C 分析とかっていうふうにマーケティングの世界だと言います。こういう企業をより深くそのまあ分析していきたいなっていう時によくやってしまいがちなのが、ある一面についてはこの企業を捉えているが、実は抜け漏れがあったっていう状態って結構多くなりがちなんですよ。こういう新進気鋭のなんかめちゃめちゃイケてる会社であればあるほど、古いフレームワークでしっかり分析をするとちゃんとその企業のことを知ることができるっていう特性があるので、ここでは 3C 分析をまずはやってみましたと。で、 3C 分析の1個目が競合の分析ですね。そもそもこういう会社ってどういうところが競合かってあんまりイメージつかないですよね。自動運転技術の競合わかる人っていう風にクラスとかでやるとですね、シーンみたいな、絶対あの先生と目合わせたくないみたいな、そういう状態になりがちだと思うんですけど、まあ実はこの競合っていうのが明確で、 Amazon に買収されたズークスっていう会社と、中国のオート X っていう会社とかが競合になっています。こんな風にその世界の中でも、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、その自動運転だけに特化
化しているスタートアップっていうのはいっぱいあるぞってことを まず認識してください。でしかもこれは米中でものすごい熾烈な争いが行われてきているので、いろんな会社がすでに存在しているマーケットなんだな、つまりオーロラが独り勝ちできているかっていうとそうではないぞと。オーロラもかなり時価総額を上げて頑張ってはいるが、いろんな会社が進出してきているマーケットなんだなってことですね。で市場規模はどうかっていうとですね、自動運転の市場規模これすごいんですよ。2020年の段階で7728億ドルですね。これまあだいたい100倍すればいいので、要するに77兆円ってことになるんですけど、この時点で77兆円の市場ってとんでもなくお化けのような市場ですよね。これが2030年、たった10年でどうなるかっていうと3兆1950億ドルになるんですよ。要するに319兆円っていう市場が誕生するってことになるので、これがいかにとんでもないことかっていうのって分かりますかね。目安として覚えておいていただきたいのが、日本の化粧品市場とかってだいたい1兆円ぐらいなんですよ。って考えていただくとですよ、資生堂とか化粧品の有名な会社ってなんかいっぱいありますよね。そういうの合わせても1兆円の市場にしかならないんですよ。それの319個あるバージョンっていうのが自動運転の2030年における市場規模なんだってことですよ。それは当然世界の投資家はめちゃめちゃ興味ある領域になりますよね。こんな風にこういうのを上りのエスカレーターっていうんですけど、マーケティングで最も重要な仕事は市場選定であるっていうことがあるぐらい、市場をどこに選ぶかっていうのはめちゃめちゃ大事なジャッジになります。でまあ自社ですね、オーロラ自体はどういうことを実際やってるのかっていうと、トヨタとかフォルクスワーゲン、ヒュンダイとかの車にオーロラの技術を入れて自動運転タクシーっていうのを作る実証実験みたいなことをしていると、いうことになっています。ということで競合市場自社みたいなことを分析すると、そういったその先進的な自動運転の技術をもとに競合と戦いながら自社のマーケットを広げていると、そういう姿っていうのが分かってきます。じゃあ今度は強み弱み機械脅威っていうスボット分析っていうふうに言うんですけど、ストレングスとウィークネスとオポチュニティとスレッド、この4つの頭文字ですね、英語の頭文字を合わせてスボット分析とかっていうふうに言います。これをやっていきましょう。まず強みはですね、明らかに技術力なんですよ。ガイドハウスっていう会社が調査した結果によると、世界トップ10の自動運転の技術を保有しているというふうに外部機関で評価されているっていうのがまず一つあります。そして特定の自動車に依存しない開発ができる。これどういうことかっていうと、例えばトヨタが出資している会社であればトヨタには強そうですけど、じゃあそれ日産に提供できるんだっけっていうとまたちょっと微妙になりますよね。こういうのって色がつくっていうことになるので、その色がついた出資を受けてしまうと特定の市場には浸透できるんだけれども、他の市場に行こうっていうふうに言った時に行きづらくなってしまうっていう特徴があるんですよ。で投資家が見るのはまさにスケーラビリティっていうのはすごい大事なわけなので、どこの投資家が投資してるのかなっていう視点を投資家も見るんですよね。なのでここの強みは技術があるってことと、特定の自動車には別に依存していないってところが逆に強みになってるってことですね。で2つ目弱みなんですけど、これはオーロラだけじゃなくて自動運転とかの新しい技術を扱っている会社は全部感じる弱みなんですけど、今はですね基本的にその時価総額っていうのは期待値に対して行われることになるので評価が非常に高いわけですよ。ただ今って150万人ぐらいだったかな、年間交通事故で死んでいるんですよね人が。なんですけど、例えばですけど自動運転車が人を殺しましたっていうことがあったとしたら、これ確実にニュースになりますよね。そうなるとどうなるかっていうと、150万人死んでるじゃん、そのうちの一人でしょっていう議論って実はできないんですよ。センセーショナルに取り上げられてしまうでしょうっていう予測みたいなのがあって、なんでかっていうと、これまでと事故っていうのの質が全く違うからですね。今までは人間が自分の判断で乗った車に対して人間が責任を負うっていうことを前提に走らせて人が死んでしまった、なのでその人が保証しますで済んだんですけど、自動運転車で人を殺してしまった場合責任がどこに行くのかっていうのがまだ明確じゃないんですよ。自動運転に乗った人はそもそも運転をしてないわけだから、俺に責任はないでしょというふうに主張するでしょうと。じゃあメーカーがその責任を取るんですかっていうふうに言うと、いやいや今まで150万人ぐらい死んでたのが例えば100人になりましたっていうふうに言ったら、ものすごく死んだ人が減っている状態でむしろ人類に貢献してるのに、その100人に対して損害賠償請求とかをされたら自動運転のような新しい技術は全部死んでしまうわっていう話を展開するわけですよね。例えば分かりやすく例で言うと包丁ってありますよね。あれって包丁ってその例えばジャガイモ切ったりするのにめちゃめちゃ便利じゃないですか。でも低い確率で人を殺してしまう可能性もあるわけですよ。その包丁を誰かが使って刺したっていう状態があった時に、包丁のメーカーは責任は当然取ら
ないですよねっていう理屈があるので、メーカーも責任は当然取りたくないわけですね。じゃあ個人も責任を取らない、メーカーも責任を取らない、一方で死んだ人がいるっていう風になった時にどう社会的にこれを担保するんだっけみたいな話っていうのがまだミッシングピースとして残っています。なのでここら辺のリスクっていうのがあるよねっていうのが弱みになると。あとはですね、アドバーサリアルアタックっていう問題があります。自動運転車ってほとんどですね、まあこういったものも含めてありとあらゆる技術があって、実際には人をちゃんと探知しながらガードレールとかを探知したり、あと道路標識とかを検知したりしながら移動することって実はもうほぼできるんですよ。なんですけど最後の壁があるんですね、自動運転車って。それが何かっていうとアドバーサリアルアタックっていうもので、自動運転車が道路標識を見つけたとしますよ。止まれって書いてある道路標識があったとしますよね。でその止まれっていうものをハッキングする技術があるんですよ。止まれって書いてある画像認識の AI を狂わせて45マイル制限とかに書き換えるって技術があるんですね。これやられるとどうなるかっていうと、自動運転は止まれって書いてなくて45マイル制限で書いてあるんで爆走するんですよ。そうするとそこに人がいたら事故になってしまって人を殺してしまいかねないっていう、自動運転車はめちゃめちゃ便利なんだけどハッキングされてしまう可能性っていうのが生まれるわけですね。例えばコンピューターってありますよね。家庭とかでもコンピューターってめちゃめちゃ浸透してますし、スマートフォンとかもまあほとんどの人は持ってるじゃないですか。っていった時に初めてコンピューターウイルスができたわけですよ。コンピューター生まれる前からコンピューターウイルスなんていなかったですよね。ただコンピューターが普及した時にコンピューターのウイルスが出てきたわけですよ。それと一緒で自動運転が世の中に浸透した暁に自動運転に対するハッキングの問題っていうのは明らかに問題になるわけですよ。でそこに対しての備えがしっかりできているかどうかっていうのがある意味こういったその競合のズークスだったりオート X だったりオーロラが共通して持っている課題だったりするわけですね。で僕らは今このアドバーサリアルアタックに対するアドバーサリアルディフェンスっていう、いかにそのハッキングに対して防御するかって技術を特許によってで開発をしてまして、ここの分野に僕らはちょっと貢献していきたいなっていうふうに実は思ってるんですけど、そういった技術を使うことによってこの弱みを減らしていくってことができるかもしれませんと。であと機械ですね。機械っていうのは自動運転に対する社会の許容、あと交通弱者の増大っていうのがあるんですね。例えば僕おばあちゃん子だったんですよ。なのでおばあちゃんめちゃめちゃ大好きだったんですけど、おばあちゃんって段差とかにめちゃめちゃ弱いんですよ。シルバーカーみたいなこうやって持ってこうやってとことこ歩いていくんですよね。で歩いていくときに段差があると段差男っていうふうに呼ばれていくじゃないですか。シルバーカー持ってはいはいってやると、うんありがとうって言っておばあちゃんが移動するみたいなことをやってたんですけど、足腰が弱いといろんなところに行きたいけど行けないわけですよね。自動運転の例えばタクシーとかがあれば、おばあちゃんが歩きたいっていうふうに言ってた5分前ぐらいにキキーって車が止まってくれて、家バーンって行ったらもう自動運転があるんでそこにあと座るだけと。座ったらそこでテレビを見て、なんかネットフリックスとか映画とか見てもいいし、お医者さんとつないで血圧判定とかしてやってもらってもいいし、自由に使ってくださいねみたいな世界っていうのが出来上がっていくわけですよ。あと今ドライバーレス問題っていうのがあって、ドライバーさんって高齢者が多くなってきているので採用できない上に労働環境がめちゃめちゃ悪いって言われてて、もうほぼ徹夜でめちゃめちゃ走ってますみたいな人が大事故を引き起こしちゃったとか、そういう問題があったりするんですよね。でそういう時に自動運転車が活躍するっていうふうに言われていて、それができると例えば流通とかも劇的に変わるんですよ。今までよりもスピーディーに生鮮食品とかを運べるようになるので、美味しくご飯が食べられるとか、今までよりも EC で申し込んだらすぐに届くようになるとか、交通事故が起きにくくなるとか、渋滞がなくなるとか、なんかそういういろんなメリットがあるっていうふうに言われてます。なので自動運転ができることによって社会の許容度っていうのはどん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 上がっていくでしょうと。あとは脅威ですね。こういった会社にとっての脅威は何かっていうと、これが法規制なんですよね。自動運転ってまだそもそも実装されてないので、これからコストが増える可能性がありますよねっていうことです。今は日本だとハンドル規制って言って、何十秒間ハンドルを離したらその後もう一回ハンドルを触らないといけないっていう規制っていうのは実はかかっています。自動運転って実はレベル5まであるんですけど、そのレベル5の完全な自動運転の実現っていうのはこの法律があることによって実現できないっていうふうに断定されています。つまりレベル5の本当の自動運転を達成するためには法律を変えないとそもそもいけなかったりするんですけど、ここで言ってる議論っていうのはもうちょっと先の話で、例えば自動運転車に対しての税金を負担する制度が生まれましたとかって
っていうふうになると、いきなりマーケットが縮んだりする可能性があったりするんですよね。別の代替手段はないのかみたいな話になっちゃったりするんで、そういう未来に対するコスト増の可能性っていうのがなくはないですよねっていうようなところっていうのが、オーロラが今立たされている現在地点であるということになります。というわけで、一つの会社をこれ今深掘りしてきたわけですけど、実は一つの会社、しかもイケてる会社を深掘りしておくと、自分たちの生活とも密接に関わってるんだなってことに気づいたり、一つの会社を知っておくだけでですね、例えば日経新聞とかのニュースを見るときに自動運転の話題とか出てきてたら、あ、そういえばなんかその技術だけに特化してるオーロラって会社があったなみたいな形で、ニュースの見え方や深みっていうのがまるで変わってきたりします。あと僕が取り上げてる世界のその最先端のユニコーンっていうのは、ほとんどの日本人の経営者がそもそも知らない会社ばっかりなんですよ。なので経営者と話したりする時の入り口に使ってもいいかもしれませんね、ということで、まあ、次回もですね、世界の魅力的なユニコーン企業を解剖していこうと思ってるんですけど、リップルラボっていうのをちょっと取り上げていこうというふうに思っております。というわけで、ぜひですね、チャンネル登録をお願いします。チャンネル登録すればユニコーン企業に関する情報発信を見逃さなくて済むでしょう。また高評価ボタンを押してもらって、コメントなど入れてもらえると大変嬉しいです。というわけで、マーケティングって本当に面白いですね。さようなら、さようなら、さようなら。